今回は高野儀礼第3章をもとにの仮名の単体の練習、いよいよ9月号課題最後の部分になります。いろは歌の朝木夢みいしえひもせすうんという最後の部分を書いていきます。ちょっと長すぎましたかね。中心から書き出すと割とバランスよく書けます。それから主という字は単独でこのように書いたり、または子供の皇室の、または書写の、こういう詩ではないです。起筆部分、終筆部分ともごく自然に入って自然に抜けていくということですので、中ほどの力の入れ方で詩というたった一字を表現しなければいけません。あ、これ潰れちゃってますね。これは恵むという字ですね。この字が略されてこういう形になりますね。後ほどもう一度きれいに書きましょう。それから比という字は比べるという字から来てますけども、こういう部分、毎度お話ししております当たりの部分、この部分をしっかり書かないと字としては、形が整わないと思います。物字は我々が普段書くものは小学校で習うと2本入れますけども、仮名の場合にはほとんどが1本です。略されて1本です。ですので、これは決して間違い字であるとか横着したということではありません。それから背という字ですけど、ここの部分、これが私は今こうちょっと漢字のように入りましたけど、上の字から続いてきて書く場合には例の逆入になります。で、一度しっかり瞬間止まった後、筆がまたここでも本当は逆入しているわけですね。巣も同じです。逆入をしています。跳ね上げて逆入をしています。それからこの結びの部分、この全体ですけども、だらしなくこんな風には書きません。もう一回やりますよ。こんなにただぐずるーって書くんではなくて、もともとが寸という字ですので、これがつながっていきます。ですから最後に運という字ですけども、これは無という字が、こういう字がありますね。この字から来てますので、書き出しあんまりだらしなくこんな風に入ってこうしたり、中には子供のように、これは字ではありませんので気をつけてください。しっかりと入って折り返して、だからここの部分も逆入ですね。折り返してしっかり跳ね上げる。まあ、こまごまと注意を書いてしまいましたけども、もう一度通して書きますので、今の注意をちょっと皆さんも意識しながら、見ててください。単体を丁寧に書いていきたいと思います。
はい、ちょっと字が小ぶりになりましたけど、まあいろいろと今まで半年間やってきたことを思い出しながら、仮名の線の貼り方、逆入の仕方、それぞれを思い出しながら練習してみてください。